レコンポーザはカモンミュージック社によって開発、販売されていた音楽制作ソフトウェアである。数値入力式の効率の良いデータ入力方法やレスポンスの良さにより多くのファンを作った。カラオケデータの制作会社や80から90年代の著名なミュージシャンにユーザーが多かったことが知られている。1984年、ローランド DG から パソコン用ミリインターフェイスである MPU-401 とハードウェアシーケンサ MC-8 に操作を似せたソフトウェアシーケンサの MCP が発売された。その後、MCP のプログラマは有志を募り独立。カモンミュージックが設立された。1985年、カモンミュージックは MCP に似たミリコンピュータミュージックシステム RCPPC88。 制作、販売。同年、PC98 用ソフトウェアである、RCP-PC98 も発売される。PC98 用のソフトウェアは、All MIDI、リーコンザ z シリーズとして、SPC98、RCX-PC98、RCD-PC98 など、バージョンアップごとに名称が変遷。バージョン2.3で、MIDI レコンポーザー RCM-PC98 と、 カタカナでレコンポーザが表記されるようになった。1992年11月、レコンポーザが商品名となり、レコンポーザ98バージョン2.5が発売された。1994年に Windows 3.1用のレコンポーザ 4Windows が発売されるまでは、マイナーバグ修正が続き、大きな変更は行われなかった。 マイナーバージョンは実行ファイルのタイムスタンプの時間部分で判別が可能。また使用可能トラック数の増加や分解能の向上といった実質的にメジャーバージョンアップとして2.5対 2.5G が発表されたがこれらはユーザー登録者のみに有料で提供された。1995年初春に 4Windows バージョン1.2が発売され後にアップデートキットにより Windows 95でも動作可能となった。1996年、Windows 95用に、レコンポーザ4ウィンドウズ95が発売され、続いて、レコンポーザ4ウィンドウズ95リリース2、1997年に、レコンポーザ4ウィンドウズ95リリース3とバージョンアップが行われたが、変更点は、さほどなく、同時期に、ビジョンやシンガーソングライターといった。 Windows 時代にうまく適合させていたり、安価であるシーケンサの台頭が重なり徐々にシェアを落としていった。1997年、大ィなフォーマッキントッシュバージョン 1.0J を発売、名称が違うが、STGT 式の数値入力が可能な Mac 用レコンポーザである。1998年、カモンミュージックは学割として、 アカデミックパッケージ性を導入するなどして、新規ユーザーの獲得を試みるもユーザー数の減少に歯止めはかからず、レコンポーザ98バージョン3.0、PCAT 版、レコンポーザ AT バージョン2.5ゴールド、レコンポーザ 4Windows98Lite の3製品をもって新規開発を終了。4 w i n d o w s 9 8 l i t は、4Windows95 リリース3の機能、 限定版であり、新機能の追加はなかった。1999年、カモンミュージックは本業をソフトウェア開発、販売から楽器の通信販売へ業態を変更し、インターネットショップ、電脳音楽生活をホームページ上に開店した。2013年11月、カモンミュージック社が営業終了。ミル C 検査。 レコンポーザで一世を風靡したカモンミュージックが営業終了当時、公式ウェブサイトに営業終了、閉店の告知が掲載されていた。sted4unix sted2.sourceforg.net、e. 2020年3月19日閲覧。藤本健。なぜカラオケは CD リリース日から歌えるのか デジタルパフォーマーでの打ち込みが支える通信カラオケの世界藤本県の DTM ステーション藤本県の DTM ステーション2020年3月19日閲覧ありがとうございます